いつもね、動画ご視聴いただきありがとうございます。久しぶりにね、ガレージ紹介してくださいというね、お声をいただきました。それで今日はね、おっちゃんの久しぶりのね、ガレージ、ルームツアーっていうんですかね、ガレージツアーっていうんですか、おっちゃんのね、ガレージを紹介していきたいと思います。それでね、先週までね、バッテリー上がってた NSX86 バッテリー、充電して、もう元気よくね、エンジンかかるようになりました。それでさ、リトラちゃんもね、昨日数ヶ月ぶりにエンジンかけて、全部がねいい感じになってきました。それで外に出してきたらね、もうどれだけ乗ってないんだっていうような感じで、もう真っ白けっけ、黒色がね、ほんともうほこりでね、白くなっちゃってます。これはね、また息子に言ってちょっと洗ってもらおうかなと。それで時間があったらね、この86ジャンもね、今年最初にピカピカにしますって言うてね、皆さんにエンジンルームをね、ピカピカにしますって言うて動画アップしますのでね、ちょっと時間を作ってね、エンジンルームちょっと磨いていきたいかなと思います。てなわけでね、今日はおっちゃんのガレージルームツアー、大した内容はないと思うんですけどね、興味のある方もない方も最後までお付き合いください。ではどうぞ。おーす。はい、ちなみにね、このガレージはね、1994年9月にね、おっちゃん、頑張って建てたというか、頑張って借金しました。それでね、このガレージを建てました。このガレージの特徴としてはね、電動シャッター2面、こちらが大体メインで、今は車メインで入れてます。それと向こう側のちっちゃい方は、車1台とバイク3台ぐらいとか、ケースバイケースでね、例えばこうバラす作業があるときは向こうのちっちゃい方で、作業するようにしてます。そんな感じで今はね、ほとんどもうバイク部屋になってるような感じなんですけど、初めの建てたね、私の計画はね、向こうでね、例えば塗装とかそういうのするのに、ブース分けしようと思って、分けたんですけど、気がつけばね、塗装するとなったら、この匂いの問題とかね、それがいろいろあるのでね、それでこれは無理じゃと思ってね、今は基本バイク部屋になってます。それでこのね、大きい方の部屋からね、ご覧ください。ちなみにね、このガレージを建てるときにね、外壁の色は何にしようかなとか、ガレージ建てたいなって、こうまず夢を描いたんですよ。それでね、夢を描いたときに絵を描きました。例えばこのタイル調とか、あと色を、このタイルを白っぽくするか黒っぽくするか、それでこのシャッターをね、黒色にするか白色にするかとか。当時ね、私がこれ建てる1990何年って、シャッターってもうグレーが相場だったんです。もうほとんどのお家がグレーで、黒のシャッターってこの施工業者さんにね、ちょっと打ち合わせの時に行った時にね、黒はないぞと言われましたけどね、その時黒にしたかったんですよ。それでこだわりは、この針っていうんですかね、この柱とか針をね、黒色にやりたかったんですよ。それで黒色のシャッターで、この絵を描いた時に、この今貼ってるこのタイル帳のこう、レンガみたいなタイルみたいな、これいいなと思ってね、でこれに合わせたね、色をね、見本カタログで、探して、それで、この外壁のタイルをつけました。この外壁に関してはね、これ実はおっちゃん自分でね、教えてもらって貼っていったんですよ。それで知り合いのね、方にも手伝ってもらって、兄貴にも手伝ってもらってね、で素人がね、一生懸命ね、タイルを貼りました。それでこっち側はね、この杉板とか、これもね、全部自分で DIY しました。これはね、何年前かな、10年ぐらい前にね、杉板を張りました。もともとはね、このサイディングいうて、外の外壁がそのまま見えてたんですよ。やっぱりね、当時予算もなくね、そういうこと、こういうことできなかったんでね、それで DIY でね、この杉板を
貼りました。でその時にね、リビングとつなげれるね、入り口もつけてね、もうこっから直接リビング行けるんですよ。まあこんな感じ。それでね、こちらの面はね、この向こう側がバイク部屋になっていくんですけどね、今バイク置いてる部屋になっていくんですけど、ここのところにね、一応まあ、普段のね、生活のもので、例えば夏しか使わないとか冬しか使わないとかね、そういうものをね、入れるスペースでね、こちらの方を作ってます。まあそんな感じで、あとはね、向こうがね、ロフト作ってるんですけど、ゆくゆくは私がこう DIY でね、自分の書斎みたいなのを作りたいかなって、まあそんな感じで、まあ向こうはね、今ね、ロフトの上に、シートを置いたりタイヤを置いたりね、もう荷物置きになってます。それでね、それとね、こちらの部屋はね、トイレつけたんですよ。トイレ、トイレと水回り、これがねめちゃくちゃ便利です。作業してて、家の中に入ってトイレするんでなしに、まあ汚れた状態でね、そのまま水回りもあるのでね、手洗ったりトイレしたり、これはねトイレはつけてよかったかなと思ってます。次はね、バイク部屋の方に行ってきます。はい、それでね、こちらがね、皆さん、多分ね、ここでオイル交換とかいろいろやってますので、過去の動画をね、見ていただいてる方にはね、おなじみの部屋と思うんですけどね、この電動シャッターのちっちゃい方、このちっちゃい方が、この今はね、どっちかって言ったら工具を置いたり、バイク部屋みたいな感じ、あとここでね、整備するとか、例えば車バラ、例えばステレオ付け替えでしばらく動かせないってことはこっちでするんですよ。あっちはね、普段の車の出入りとかがあるんでね、それでまあ作業スペースとも使えるし、まあ普段はこのようにね、バイク置き場としてもね、使ってます。そんな感じで、まあ工具とかね、工具紹介してくださいでね、工具紹介も今まで2回ぐらいやったのかな。それでね、今あんまりね、道具工具自体は変わってない。最近ね、もう本当にね、ありがたいことに車とかバイクがね、あんまり壊れないんですよ。壊れたらどのようにして直すかね、いつもこうググって、それでそれに必要な工具をね、買い揃えていったんですけどね、もう一時めちゃくちゃお金いりました。けどね、今おかげさんでね、まあ、車とバイクがね、まあ、バッテリー上がるぐらいでね、ほんと調子がいいんでね、また新たな工具もいらないし、整備をあんまり最近してないっていうような感じでね、おります。それでまたね、工具とか紹介もしね、ご希望があるんであればね、第3弾やっていきたいと思います。それで、こちらのね、特徴としましては、これね、赤のこの作業台、からこのロッカーとか鉄のロッカーとかあるんですけど、これってね、昭和の事務所にあった、土、なんて言ったんですかね、グレーみたいな、昔の古い机なんですよ、これ。それでこちらのキャビネットにしてもね、その昭和のグレー色のね、キャビネットだったのをね、もういらないから捨てるって言って、今ってもう白色のデスクとか、まあ、そういうのが主流じゃないですか。それでこのちょうど転換期だったんですよね、平成っていう時に、その時にね、もう至る所でね、もうこういう粗大ごみとかね、出してたんで、それで、このロッカーもそうなんですけど、粗大ごみに、出すって言ってて、じゃあほんでちょうだいと言ってね、それで、もらってきました。それ机なんかね、その会社の事務所何個あったんかな、30個ぐらいあったと思うんですけどね、それでまあ2個だけ置いてね、それで近所の農家の方に机いらんでとか言ってね、私全部配ってあげました。そしたらね、本当にね、もう捨てればもうゴミなんですけど、もう農家の方すっごい喜んでいただいてね、例えばハウスの中に置いてこう作業台にするとか、ちょっとメモ用紙入れるとかね、本当にね、喜んでいただきました。それでいつかガレージ建てたいなと思ってね、そこから頑張って、こちらを建てました。まあそんな感じで、だからこの持ってるこういうね、キャビネットをこっち側のキャビネットにしてもね、
ただもう自分で色塗ったというだけであって、こっちがこれ本棚でね、昔ヤフオクって言ってない時代、大昔はヤフーオークションって言ってた時にね、こちらの棚、こちらの棚ね、こちらのこれ本棚だったんですよ。これ確か1000円でした。あ、中古で1000円で、それで送料もね、その時ね安くしてくれてたんですよ。某宅急便屋さんがね契約しててね、これ送ってきてくれたんに、まあまあこれたたこの、まあ、バラセなんですけどね、500円とかで送っていただいてね、500円か600円ぐらいだったと思うんですよ。だからこれ2000円かかってないとかね、それで赤色に塗ってとかね、まあそんな感じでね、おっちゃんはねパッと見ね派手に見えるかもわからんのですけどね、結構ね始末っていうか、まあ貧乏症っていうかね、ずっと長いこと使いたいんですよ。それとこのねスチールのね、このカード入れ、こっちね、これね今だったらプラスチック製品が多いと思うんですけど、これ鉄なんですよ。これもね昔のね、だからこういう色です、このこういう色のね、キャビネットだったんですよ。まあ昔、役所とか大きな町工場さんとかそういうところにね書類入れとして使ってたと思うんですけど、これもね、捨てるって言ってたのをもらってきて、これは色黒色で塗りました。だからもらってきて一番初めに塗ったのはこれかな。それからこのキャビネットを上げるよとか言っていただいて、でそれからあとやね、この机がもう一番後の、こうちょっと話しましょうか、よいしょ、このね、机が一番後だから、思いこうなんかあるでしょ、この雰囲気、昔のあのグレーのね、この天板とかなんか雰囲気あるでしょ、これ昭和なんです、これ昭和のね机、けどねもうサビとか汚れとかすっごいあるんですけどね、これがまた今逆にねいい味になってるかなと。それで私もともとねスナップの赤色が好きで、工具箱とか全部赤色を買ってこれ赤塗ったんですけど、最近って違うよね、メタルとか黒色とか白色とかいっぱいおしゃれなこうなんか色合いがあって、これイメージチェンジでね、全部これ黒に、塗り直ししてもいいかなとか思ったりしてるんですけど、このけどね塗り直しするとしたらね、もう莫大な動力がいるのでね、まあ考えながらね、この黒が雰囲気今いいなと最近思ってるんですよ。まあそんな感じで、だから私のこのガレージの組み立て方っていうのはね、どっちかって言うたらね昭和チックな感じかなと。まあそんな感じでね、おっちゃんはガレージライフを楽しんでます。はい、私のね、このおっちゃんのガレージライフ、ガレージツアー、いかがでしたでしょうか。それでね、今から86とかサニトラちゃんね、ちょっとねふきふきしようと思ったんですけどね、今一本電話が入りまして、私のところにね、店の方にね、知り合いの方が遊びに来てくれるというんでねおっちゃんちょっとね、そっち行くようになりました。それでね、今日はもう本当はこの私のルームツアー、ガレージツアーだけの動画になりましたですけど、いかがでしょうか。もうねこのガレージにね、もっとねこうオブジェとかこうちょっと80年代のアメリカンチックな看板とかね、そういうのもね本当飾りたいんですけど、あんなんてねなかなかね、どこに売ってるかもよくわからないしね、徳島ではなかなか入手が困難なんですよ。まあそんな感じでね、そういうね例えば看板とかね、こんなところにあんなんがあるよとか、これあげるよとかね、そういうね、またありましたらね、本当にね看板めちゃくちゃ欲しいんですよ。私の第2のガレージ、サーキットガレージの方ね、あっちの方にもねこういろいろねオブジェとかやっていきたいんですけどね、またね皆さんそういう一報があったらね教えてください。てなわけでね、今日の動画いかがでしたでしょうか。おっちゃんのルームツアー、もしよかったらグッドボタンお願いします。それとね、チャンネル登録してね、今後またいろんなリクエストに答えていきますのでね、チャンネル登録していただいて、また次の動画でねお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。また質問等はね、コメント欄に書き込みお願いします。てなわけで皆さん良い一日をお過ごしください。
さよなら。おーす。